全部2つですよね。最近なんですかね。先月です。先月、はい、ありがとうございます。
今から目の前のできることをコツコツと私らしく頑張っていきたいと思っています。俺昨日、ほんだ俺はあ、また後で電話するわ。俺が昨日言うたとこは、ある言うとった。また本日からよろしくお願いいたします。はい。はい、はい、うん、 G 面の方が大きいですかね、 G 面の方が、僕がいっぺん失業した時にも、はい、普通、はい、心配もしてなんかもうなんとかなるやみたいな、私働くからあんた遊んでてええよみたいな、ああもう言われたことなんで、その感覚はありがたいですね、僕らからしたらもうなんかもし自分がそうなったらもう居心地悪いっていう、そうそう、だからそれはなかったですね、だから失業した時でももう僕やっぱり考えているんですけど、朝からもうビール飲みやーとか言ってくれてて、それはありがたかったですね。あ、いいですね、それは。まあ、ほんで仕事して今あれですけど、お金返してますけどね、いろいろ、それはありましたね、失業した時。これはでも本当にありがたいですよ。だって一番辛い時にドラッグ当たられたら、いや、もうそうなったらもう、たぶんやっていけなかったと思います。ただその仕事ね、で自分で分かってるわけじゃないですか、はい、家にお金入れられへん、そうそうそう、本当に本当に辛い時に追い打ちをかけられたら、それが一番たまらんじゃないですか。そう、辛かったですね、もう家も行かなかったしね。ねえ、だからみんなほら、ずっとか仕事を失ったけど出勤してるふりして公園行く人とか出てくるわけじゃないですか。僕の友達そうでした。そう、あのね、はい、あのリストラになって、はい、天皇って、あの、はい、大和川のとこでね、もう気持ちめっちゃわかりますもん。めっちゃ辛いはずなんですよ。あのね、もうみんなでキラキラ笑ってたんです。今はちゃんとうちの会社でちゃんとおるんですけど、はい、その子、大和川で観光に行こうかって何時間も、もんで家帰って、はい、書きましたとか言って、ただ、まあ、今日大変だったわとか、でお前がその時の給料どうしてって言ったら、箱持ってかれてきた、えーとか言った。それは辛いパターン、しゃあないやと